学者さんが、あの放射能に色がついてたらもう誰も帰らないよね、そういう話もしてましたけど、で、あの初めて言いたてに来ましたっていうトークがあるからしても言いますけど、あの現状を見てもう絶句ですよ。え、こんなひどいことになってるの。